てん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 死んだい打ちたい。だいぶ怖いっす。2個目も言っていいっすか。4秒名古屋のあの場所いっさんある、ここあるよ、あるある、全然ある、全然やってる、今もう3回やってから、マジ頼む、いける、もうやった、やった、これあー ATM 止まりしていいっすか帰り道 ATM に止まりしていいっすか。やられすぎやろ、本当にやばい、おかしいってマジで。500分でいいよ、あと14、どうやって取り返す。無視していいかな、わかんないんだけど。なに、なに、誰が来たの。めっちゃすごくさ、大仏から LINE 来る。聞く、ちょっと聞いてみようか。あれ、これ知ってる、なんか分かった。2個目開く、え、聞かない方がいいかな。例によって2個目来てんの。そう、あのね、なんとね、8秒の後に4秒のボイスメッセージが来てる。いやもうお前それやめた方がいいって。世界のあの場所もうそこしかないよな。やめといた方がいいかな。やめた方がいいと思う。そうだよ、断る前に間髪入れずに返してきたわ。行くよ。8万モテキテ、絶対負ける気じゃん。まあ行く。まあ誘われたからにはまあね、行った方がいいんちゃう。俺は朝遊びに行くよ。あっちは多分もうノリノリで待ってると思うけど。もう向こうはその乃木坂が好きな、そう、乃木坂として行くんだろうね。そう、好きな仏。栄のあの場所はここでしょ多分。多分違うかもしれない。俺やだ、あの人と一緒に並ぶの。これ用意できてるってことはビッグボスの許可ってありっす。ってことは今日ダブル実践で。そうなんですよ。で収支はこと、ここでノリです。で怖いよ、今回は隣池じゃないんで、あのお兄さんの畑で、すいません、あ、ひらがなであげるんだ、配信させて、すいません、失礼します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 。ただ隣池で磯ちゃんと打った時、あまりにもまた打ってくれって、本当にコメントがめちゃめちゃありがたいことに多くて、本当にそう、あ、もう14万2人で入れたかったなと思って。で今回ちょっと磯ちゃんはあのどうしてもいけないって言って、でも兄貴こっちの世界に呼びたかった。ちょっとね、乃木坂ちょっとハマりつつある。あ、ほんと、コンテンツにね、ちょっと朗報、今赤堀入った。ごめん、宝箱赤フラッシュ入りました。激アツ、詳しいやな、詳しいな。ただ一応頭入れてます。あ、じゃあもう今日ついてくわ。だし、まあ多分ジャンジャンも一応寝台だと思うから、まあ、頭には入れてくれる。それなりには入ってる。ただ最低限あの前作と通常時マジで一緒だったから、あの右下に宝箱のギミックがついてたりしてて、まあ、ちょっと新しい、ほんと 9.5 割ぐらいは前作踏襲してる。でちょっと入ったよ、入ったよ、そうそうそう。で右がもう完全にもう前回は帰り道系だったんですよ、うん、遠回りして遠回りして時短遠回りして帰り道帰らせてもらってたんですけど、今回直帰スペックス、直帰スペックス、直帰出玉への直帰、もう良くも悪くも直帰できます。そうです、はい。なので今回は、まあ、こういう台ですよっていうのをちょっと2人でお届けしつつ、なるほど、まあ、もちろん乃木坂への愛を深めつつ玉も出しちゃおうよっていう、最高やん、狙いっすよ、最高だよ。で今回もちろん、はい、京楽さんの台といえばのお店さんですね、サンシャイン京楽栄さんです。すいません、いつもそのとおりです。タバ全部もらいます。それではサンシャイン京楽栄店さんで乃木坂兄貴お願いします。せーの、カテブリ、カテブリドーン。ということで乃木坂ちゃんです。はい、ついに来ちゃったよ。来たね。いやー楽しみだ。まず今日兄貴頼む。いやー任せ、変な引きマジで持ってるんで、じゃあ行きましょう、これで決めようぜ。乾杯。はい、乾杯。
僕は壁紙カスタムを、壁紙変えれんの？あるんすよ、壁紙カスタムをまず推しにしたいので。僕本当は推しはなーちゃんなんですよ、西野七瀬ちゃん。あ、はいはいはい。今作もレジェンドメンバーっつって、うん、白石麻衣ちゃんと西野七瀬ちゃんと松村さゆりちゃんの3人なんだけど、うん、この推し面のとこでは選べないんで。で僕全然もうみんな箱推しなんですけど、うん、まあ特にっていうのでカッキー、カッキーちゃん、カキはるかちゃん、ハワチーンです。でジャンジャンは、俺はマナッタンです。あ、マナッタンね、リスペクトも込みでマナッタンと呼んでます。あ、でも分かってるね。分かってる？いやもうちょっと今日は楽しく打ちましょう。今日楽しみましょう。ね、はい。カスタマイズもあるんですよね、ゲーム性の。でカスタムは一応説明しますと、入賞時宝箱フラッシュモード、おい、これは弱パターンと強パターンっていうのでお好みで通常モード選べますね。で先読みチャンスは先、もちろん先読み起きたら信頼度が上がってって感じです。おい、ボタンブルブルモードは多分もう他の強楽さんの機種でもあるようにかなり起きたら信頼度爆上がり、まあいいよね。で予告メリハリはなんかその予告の成功率が上がってっていう感じですね。なるほど。で宝箱チェックモードっていうのは通常時の演出とかにボタンを5秒間長押しするとここで色で示唆してくれてるっていう、その街灯の演出。ああなるほどね、はい、あとはエアバイブモードとか P フラッシュモード、プレミアムモードっていう、まあいつものあるようなカスタムだから結構前作の乃木坂の台と違うのは先バレとかっていう部分の立ち位置で結構強弱で楽しめるんかなっていう。ああじゃあ新しくなったのがそういうところかな。だから今時みたいな。そうだね。じゃあ一旦ジャンジャンデフォルトと僕は先読みチャンスで楽しんでいきましょう。 OK、はい。まあ、今日はもちろんノリなんでお兄さんぶっかましましょう。よし、はい、もう2人で4500から始めよう。ちなみにジャンジャンは乃木坂の台のスペックとかは一応頭には入ってる？一応入ってる。じゃあちょっとお兄さん畑でもあるんでスペック説明ちょっと聞きたいんで、やっぱではでは、お願いしていいですか。すいません、せいすながら、はい、言わせていただきます。319/1のいい選手混合機になってまして、ラッシュ突入率は 50%、うん、ラッシュ取ったうちの2分1で4500で、その半分が3000発、ラッシュ出ちゃえば3000発以上いただけるという。やばいっしょそれ。スペックですごいのがさ、ダメでもさ、うん、1000発くれるよね。いやでかいよね。でかい。ラッシュ入ったら継続率は 72% と、うん、ちょっと抑えめなものの、まさかの半分で3000発。でも結局核変機の 72% と、すごい僕の考え方なんだけど、 ST の 72% と核兵器の 72% ってなんか ST って自分でぶち抜ける感じがあるから。ああそうだね、確かに確かに。なんかちょっと ST の 72% とは聞いても、僕も軽く打ったんだけど全然1万発とか超えられたんで。なんか昔の強楽さんが 72% 続くもんね。いやそう、あのギアスとかさ、そうギアスとかさ、そういやそうなんよね。だからスペックだけ最初見た時とんでもない台にしてくれたわマジで。アダスって初回4500取った後に右で1回で3000発取っただけで7500発。いやーやばいでしょ。実質2連だよ。いけるいける。えぐい台だよね。半端ない。であと注目演出、はい、ちょっと話させてください。で前作と、うん、ほとんど一緒なんですけど、はい、一応ご説明すると、まずゼブラ柄。いやもうもちろんだね。もうどこで出てももうあちあち。あとは花火フラッシュ予告。まだあんま見たことないわ。結構ね僕もね前作打ったんだけどね、そこまで頻繁に出会えるかって言われたら、やっぱ当たる時とかに出てきたかなっていう印象はある。あとはまあ次回予告鬼圧、はい、もう当たりです。当たりだよね今回ね。大当たりの号です。あとはレジェンドカットイン、これはリーチ前とかリーチ後とかに出ますね。あの AKB でいう超絶カットインの上位互換みたいな。そうもうマイアンとナーちゃんのね、ここダブル神々しいやつが。あとは軍予告とかですかね。あとはナーちゃんとマイアンのレジェンド SP のリーチ、あの変身 SP からのプッシュンだっけ。そうそうそう、もうそれが本当に熱いし、俺はそれを出すために打ってるナーちゃんに会うために打ってる。だって押し見るの相当ハードル高いよ。いやそうなんよ。あの俺の押したマナッタは2個揃うだけで保留変えてくれるから。前作もあったんですけど、この副陣スキルがあるんで、その2個停止したものが発動するんで、このカプセルのやつだよね。そうそうそう、まあ偶数図柄とかはのぎどきチャージ、激ラブブーストが上がってくれるかどうかのちょっと期待を示唆してるみたいなイメージで。なるほど。アスカちゃんはもうライブゾーン行きますよっていうスキルです。イクちゃんはタイマー。イクちゃんとアスカちゃん重要だよね。そうだから疑似にとかのタイミングで停止してくれたら、やっぱそのタイマーとか発動してくれるし、あっちっちよね。そうで、マナッちゃんは
保留変化と復旧予告っていうのもあるから、それはさらにもう2ランクぐらい上げてくれるかもよっていう。あと入賞時フラッシュ結構絡むよね。入賞時フラッシュも強弱があります。そう、弱は黄色、イクちゃんとアシュとマナタンの3人の声ボイスで、今日は赤で、あ、もうレジェンドメンバーの、レジェンドメンバー、はい、で、あとは遅れがあるんで、もう遅れはもう当たりタマンです。タマンです、タマンです。安心してみてください。でさ、声聞き分けられる？いや、結構至難の技。なんか法則あって、ジャックの時にマナッタンがデフォらしいので、アスカちゃんの声でキタキタキタだったらライブゾーン入るかもよ、でイクちゃんだったら SPSP の子らしいんだよね。あんた何も抑えてんだよな。だけど声がさ、やっぱ分かんないから。いや確かに俺も 100% 聞き分けられるかっていうと、ちょっとそこは自信ないかも。やっぱブッチェで任せてみる。違う違う。ちょっとジャンジャンの方が、あの液晶がちょっとね、ちょっと負傷があって、不具合があったんで、今電源入れ替えてもらったんでゲーム数ゼロになってますけど、あんまりそんな気にせず、まあ打ちましょう。はい、一応さ、詳しくは全然ないんだけど、うん、あの昨日の電話の一件から一応勉強はちょっとはしてきた。じゃあ俺よりなんなら法則とは全然抑えてるわ。いや、どうだろう、分かんないけど、一応やるだけのことは考えてきた。さすがだわ。いや、いいんだよいいんだよ、いや楽しむのが一番だからね。そうだよね。いや、いいんだよいいんだよ、まあ、今日はね、全力楽しむ。まあ、あとは本当に打ち終わってから乃木坂やっぱいいわって思ってもらえるのが俺はもう一番目的。多分今日めっちゃ出たら俺 DVD 買ってる。乃木…あ、いた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 。さあ、一応紫以上なんですけど、ラスト1の時に緑のままだったら赤保留以上、青のまま行ってくれたらゼブラ以上です。いやー、そっからどうだ。そう、このまま変わらないでほしいんだよな。そう、まだ変わらないで、変わらないで、変わらなくていい、変わらなくていい、変わらなくていい。あ、変わっちゃった。変わるんよね。赤いかないかな。赤変わる。どう。いや、こっからぶち上がれ。まあ、ギリュウさんは行くんじゃないかな。あ、ブンブン来たよ。いいよ、ブンブン予告。ブンブン来た。赤文字。多分これギリュウさんだよね、ブンブンだから。結構やっぱ前作から技術さんはかなり行くんでね。6点だからさ、これ SPS ついたら当たるよ。何？あ、2に変わっちゃった。で、ボタン来ないかな。チャンス、チャンス、カットインとかどうだ。どう、あれ赤だ。赤カットイン、これ赤 SPSP だよね多分。はい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 、コンサート SPSP かな。上降ってくんないから。そうだね。なんだ、何が来る。お、来る。いい、赤と。あれ、熱くない？カーテン熱いよね。ちょっと激ラブ、あがれ。おい、ちょいちょい、熱っ。あるよな、ある、赤対。しかももう SPSP はチャンスアップゲーなんで。で、赤カットインなら、あー、これ怖い。いや、でも激ラブと、そうだね、ハイドラ赤、赤ボタン来れば間違いない。赤ボタン、赤ボタン、いけ、いきます。やったー。マジ？いや、ひらひらしたかって。一言言わせてください。一生ついていきます。で、ここであれだよね、ラッシュ取れるかどうかだよね。いや、もうだいぶお話変わる、そこで。連打とかでなんかあるかな。いや、多分ね、あると思う。だ、裏ボタンありそうだよね、キャラクターだったらね。多分、ジャッジの時にボタン連打な、鳴った、鳴った。何？誰？なんか鳴ってるけど。今、ピーフラの、え、あ、ち、わかる。データラ、データラップだ。いや、でももう思い込み、思い込んだらいける。思い込み、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 あと先一丁押し切れ、ボーナス。いや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 、まだあるよね。あるはず、ある、絶対ある。これラウンドランプ見たら分かりそうだから、やめとくれ。あ、あんた一番分かってる、あんたが一番乃木坂分かってるよ、それ。初見でセグ隠すやつはもう分かってんだ。あ、これトイレタイムあるんだ、コースまでしっかりね。いや、でもこれぶち込めてんじゃないですか。やっちゃう、通すよ。始まっちゃった。ああ、多分消化後にボタンが密集してくれる演出があって。そうよね。多分完成したらもう復活だと思うんで。これあれか、ここロが叫びたがってるんだろう、曲か。よし、してんな、あんた。え、これ映画見に行ったろ。ここ酒。結構でかいね。いや、ここ屋上。これで。こーい。あー、あー。いやー。いや、ダメか。あー、ダメだ。ダメかー。いやー、まあでも、初当たり取れる今日。あー。いけるね。あ、取れる。この情報だけでね。乗り打ちだから多分あげれるよ、これ。ありがてえ、ありがてえ。あなたの番です。すいません、いただきます。あなたの番です。熱っ。
怖え。うわもうノリノリやんこの兄貴当たったんで。いやちょっと俺も続きたい。いい流れを作ってくれた。いや多分ねこれで大仏はね4500なんだよ。いややっちゃっていいっすか。すいません。でラッシュをあの俺は全力応援して帰宅、うん、うまいとこだけ取ってね。そうそうそう、あの500発を若者側で上げて終わり。いややっぱ俺らこれ新大陸として出させてもらう以上はボツ爪痕は残さんといかないわけですよ。じゃあ3000は取んないとね。いやまずね、そうよ、まず取んないといけないし、やっぱ右のエグさ出玉力半分3000でダメでも1500だよ。いやまあ2人で、まあ、1人満発やっぱぶち込みたいね。取りたいね。やっぱ爪痕は残したいっすね。しかも2人で3199ってだからこれ199でしょ。いややばい激アツ。まああとはもう新大陸としてどんな代価をお届けするのが僕たちの仕事なわけですよ。演出たくさん出したいよね、はい、頑張りましょう。兄貴の500玉一瞬で溶けた。早いな、あっという間だよね500発。いやすいません兄貴の命一瞬で来ました。またカーテンするわ、カーテン開けてくるわ、はい、いやまあ希望の2枚目。2枚目いきます。ただ俺前作も好きだったからこそ今回ちょっとあわよくば欲を言うと、前作ってレジェンド V ストックの演出の時になーちゃんの卒業の演出とかを入れてくれてたよ。やっぱその乃木坂っていうコンテンツを存分にやっぱ注ぎ込んでくれてたっていうのが。なるほどね。今回右って良くも悪くもめちゃめちゃ早いんよね。あ、なんかポン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 みたいなね。ノノノノノギザカみたいな。だからなんか一個すげえよく言えばマナッタンの卒業のシーンとか。確かにね。いや何でもいいよ、前の告白の感じの右打ちの時のね。確かになんか前作の右打ちってなんかあの恋愛ゲームみたいな感じだったもんね。そう、あ乃木坂打ってるっていう感じの右打ちだったから、その感じもあったら乃木坂ファンとしてはもう、あまあね、二重丸。いやでも今作もただ右打ちのこの爆発力も捨てがたいんだけど、なんかプラスアルファあったら俺はもうスタンディングオベーション。台から立っちゃう、うん、確かにね。ちょっと乃木坂ファンからしたら残念かもね。ちょっとね、まあなんかまあ難しいと思うんだけどね。やっぱ乃木坂が好きな人だけ打たれてもっていうのもあるじゃん、やっぱ出玉感がないとかあってさ。まあまあ範囲軸で作ったらなおさらだよ。そうなんよ、なんか1個プラスアルファであってもよかったかなっていうのがすげえユーザー目線で言うとありますね。だからまあ協力さん的にはそっちがよかったら前の方ってくださいって感じなのかな。確かにね、そういう打ち方してくださいか。もう出玉特化でいかがでしょうかみたいな。いやもうダメだから、前回の2の前は本当にダメなの。本当だ よ、 すいません。320回転3枚目入ります。先読みが1ミリも来ねえ。そんな来ないもんかね。相当遠回りしてます。ちょっと簡単に3枚目入りすぎだね。ね、ダメよって言ったらほよんで点滅来たよ。あ、それくれ、俺にくれ。そうだね、点滅あげたら当たるよな。ワイに希望ぬ。やーべえ、ドストレートに400回行くんだけど、何起きっすかこれ。何も起きねえんだ。どないなっとんの。おっと、工事中の帯来ましたけど、これは先読みに該当するのかな。どうだろうね、当該っぽいけど保留が減ってってくれればいいんだけどね。408、409、どうだ。でもこの軽く打った時にはこの予告からも当たりつながってくれてたんで。いや頼む。はい、タイマー長く、16秒かゲージ3じゃねえか。マジで行こう、もう行こう。ここでもう一回イクちゃんの図柄とか止まったらタイム、あーいやー技術さんだよな。いやここから勝ち上がんないかな。頼むマジで金文字来い。あーデフォー、いやーちょっとまだ足んないよ。頼む頼む、チャンス。あーボタンも来ない。いやーちょっと緊張かもしれないですこれ。兄貴見ないでダメ、恥ずかしい。あでも一応 SSP いった。えとまだ分かんです。熱狂行き、頼む熱狂行こう。ぐるぐるカーテン上がっちゃってブースト来い、行け。おお、あれあるよ、行く、ある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 。なんか他にチャンス、赤、ここ赤やったら行ける。頼む赤来い。あれある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 、全然あるじゃん。頼む、押し切ってぐるっちゃっていいですか。ぐるっちゃって赤まだ熱っ、あ終わった。
409回転ぶりぶりでもね、初ゲゲラブやっちゃった、ごめんって、打つかすげえこと言っていい、うん、ぐるぐるカーテンのゲキラブ91% あるっす変な引き持ってんすよね。じゃあ2人仲良く4枚目っすかやばいっしょ、まだ午前中だよ。でもさ、逆にラッシュ出ちゃえば一瞬で帰ってくるもんね。いやー、そうか、やるか。だからこれで決めよ、やろう、お互いに。いや、もうほんとすいません、お願いします。2人ともラッシュ入れてマンバー立てばあのまくりだよ。マジ頼む頼む、マジで一生のお願い。嘘嘘一生のお願いではねえな、嫌がってるよもうゆうちゃんまだこの辺で当てれば間に合う、4万じゃないから。あ、3万台なら余裕で帰ってくるだろう、ね、いけるいける、まだ俺らの火は消えてない、消えてない。なんかカスタムつけてみようかな。お、逆に確かにデフォルトを456回回して多分何もないっていうのはある程度伝わってるかもしれんから、あれつけてもいいかもね、宝箱フラッシュ。あ、つけてみようかな。いいんじゃない。で、僕赤にしちゃったらそれ待ちになっちゃうから、それなりにスーパーレンジが来て多分見る機会が多い紫にします。でもサイトの口コミ見たら宝箱実は来なくても当たったって人いたから必ず光るわけではないみたい。でもその場合ラッシュ入んなかったってだからラッシュ濃厚ではないかな。で、紫にすると弱 SP 以上って形だと思います。で、赤にすると光ったら SPSP リーチ以上だから結構適度にちょっとお尻浮かせたいなみたいな、軽く浮かせよっかなって人は紫の方がいいかもね。おお、来た来た来た、いいよ。やっぱカスタムつけると流れ変わるね。いいね。弱 SP で終わっちゃうのかちゃんと本命なのか、頼む兄貴。さあ、ここです。どうだ、注目。はいはいはい、池田リーチで保留変化、緑。あ、ライブザマ追ってる、ちゃんとライブザマ追ってる、行くか。うわ、ライブゾーン行かないよな。まあこういうのが適度にね。これが紫です。赤なら行ってたけどねっていう感じです。やばいって、500行きました。やべえだろ、取れ高のとの字もねえよ、一回も当たってねえよ、おかしいって。そうよな。え、俺き当たってない、あれ当たってないよ、あれ当たってないです。見せてやるから3000って空いてるところ、当ててくれって。ああ、もうちょっとだけ待っててくれ、もうちょっと。はい、5枚目兄貴も出すよな。おっ、出すなる、あ、乗った、あるあるある、いっちゃってよ、これにかけるしかねえ、届いていける。700回転超えちゃいました。朝一から700回転はやべえ、相当根性ないとこれ無理よ。いい音鳴ってんな、すごいね、いい音鳴ってんね、じゃん、羨ましい。6枚目、721回転6枚目、もうやろう、もういいっしょ、もうギャグは終わりだろ、さすがにもうギャグの領域じゃない、もうラッシュ入れた方が3万発やそれまでの修行だった、これはそれまでの修行。おい、マジ流れ変わった、新しい一番入れると流れ変わるの法則あるある、よくあるよそういうの。さあ次かな。おー、フェアバイブ、嘘、フェアバイブ、わラッシュだよね、バイブ多分ラッシュだ、絶対ラッシュだ、しかも招きに行った、あー、よくやったマジで、今めっちゃ感動したわ。あー、え、変動してすぐじゃなくてちょっと間空いた、なるほど、いやありがとう、本当にありがとう、マジで助かった、通してもらったわ、あー、やっとこの先蹴るわ、ほんとよ、わよいしょ、紫なんだね、よかった、エアバイブ来てて招きんだー、ナイス、マジでナイス、やっと46や、これが本場の46や、あ、どうだ、あ、乗った、あ、じゃあやっぱある、 あるね、やっぱりこんな音なんないもん ね、なんない、さっきなんなかったもん、はい、3000、はい、ナイス、待ってて、弾作るから、あ、光、あ、開いた、あ、開いた、開いた、やっと開いた、3000、顔出してくれた、やっと、よっしゃ、ナイス、マジでナイス、
ってことは500円しか使ってないから 俺も500円だけだから6万5万1000円5万1000円ごめん10万1000円10万1000円2万5000円パスいいのね、はい、いけるいけるでその持ち玉で俺も追いつくんで OKOKOK で4500円の北地パターンがこの2個目の1500円の4ラウンド目の時でモード選択が表示されなかったら可能性があるみたいですぼちぼちかなここでキュンキュンキュンがなるんだよね多分ね T フラが鳴ってくれるはず T フラ鳴ったらああこれでダメですねはいデフォルトですかね最初ラッシュはデフォルトであとは3000の昇格の演出を決めれるからこの後かな一旦そこで決定してもらって決定してこの後だねでメンバーでまあマナッタンでいいんじゃないマナッタンはそのラウンドもし当てたらラウンド中のその期待度アップの表示されてそのパーセンテージを積み上げてってラウンド中でジャッジするっていうなるほどよしこっからや頑張りますよし証拠終わったんですいませんお世話になってますお世話になりますあなたの番ですすいません任せてくださいやります頑張りますお願いしますではちょっと早いので先にご説明しちゃうと100回転自体もらえるんですけど80分の1を引けたら渡りゲットで振り分けが半分3000半分1500もうどっちどれくらい当たればいいですいやもうどれだけ連チャンできるかだもんなそう、まあ、あの消化速度が協力者の代でいうとティガに近い形で、うん、結構デフォルトで最初やってもらうと思うけど本当に演出あみたいな感じになるあしか言えない感じあ当たったみたいなでも結構基本的にはやっぱ宝箱がピュッて出てパーセンテージ 10%、20%、30% みたいなとかで 50% からトースって感じだよねそう OK であと赤系が出たらほぼ当たりみたいな、うん、意外とゲームスなんかとか強楽さんならではの演出もあるのでまあそういうところにも注目であとはね点滅デフォルトだと点滅入っただけで 25% ぐらいあるんで、まあ、4回に当たるとうっとはなれる逆に言うと点滅以外のホールが来たら当たりです、はい、では頑張ってください楽しんでください楽しみます行ってくるねもうこのお店の出玉全部持ってってください行ってきますお願いしますうわ早い早い80分の1です80分の1すればいいでこの宝箱がこの宝石が左右中以外の形で出てきてくれたら大当たりのコースです 10%20%あー惜しいこれ 50% から 50% で急に 75% 上がるんですけどそれ以外の数字だったら大体その通りの信頼度になりますだいぶやばい半分切ったいや大丈夫大丈夫だこっからだ大丈夫かなこっからだまだまだ折り返し全然大丈夫不安になるとやっぱ台にバレるそうだね、うん、大丈夫大丈夫いけるよねいけるいける大丈夫自信持ったらこっちのもん大丈夫ギリギリでもでけでけ10回でもあるあといや取れる取れる大丈夫こんだけハマったんだもんいけんだいけんだあえんだあえんだこれくーマジかごめんいやまあしょうがないいやもうそれはしょうがねえよいやでも当ててくれただけ本当ありがとうまあ 72% 継続だからねいや宝箱赤にしてみるいやーいやありっちゃありありかもちょっと体感してみるちょっとあまりにも来なかったら戻すけど、うん、ちょ赤にしてみますまあでも赤って言っても多分 SPSP 以上の演出が選ばれてたら必然的に赤に光るとは思いますでも鳴った時の重みはまた紫と違うねそうだねガセがないよね、うん、あのお雑魚なリーチ来ないもんねおおマジすぐやんあんた気持ちいいマジ波乗りすぎじゃないですか怖いんですけど僕いやこれはちょっとインフルエンサーやろ俺完全にバーターやんさあ次の辺どうですここゲーム数は変わってないあ握手会アタック握手会アタック行くのこれでえこれさ戻ったんじゃないあるあるあるワンチャン我が推し戻った選ばれたら 70% あります行ったんじゃないですかこれもらったんじゃないのダメかな戻ったーんあー惜しいでもね、マイチュンは2番目に熱いちなみに僕これマイチュンであの金ボタンでぶち当てたんでマジ全然いけますあ赤来た赤来たでも星さん赤くフラッシュはあほらほら来たマジほらね俺もこれで当たったよやばい波乗った俺やばいやばいやばいでもこれさ入れよう入れよう3000来い 50% いけ押し通せ 50% 取れちゃうボーナスいけるあーでまだわかんないですねまだわかんないさあ来いボタンいけじゃんじゃん頼むボタン来い整え頼むおおやった半端ねえマジあんたやばい本当にやばい
ってことはまだ4500円の可能性あるもんね。確かに、いやそうだ。ピフラ誰誰、あー出たか、宝箱告知しよう、うん、でもちろんもらったんね、やらせていただきます、お願いします、やっちゃってください。よし、じゃあ宝箱告知モードいきたいと思います。まあデフォルトモードに加えて、まあ、この宝箱が光りますよみたいな煽りをされて、光ったら大当たりっていうものが追加される形になります。次こそはいけるいける、 72% 取らせていただきます。マクロ、さっきのは練習だったんだよ。練習練習、いや当ててみたい、いや本当よ、3000当ててみてよね、当ててみたい、3000取りたい。ああ、まあこっからこっから、もうこの速さが怖いもんね。あの 10% とか来ないの？おお、おいおい、よし、まだったんだ、遊べる。多分マナッタンを選んでるとかメンバーを選んでるとここで上がりづらいんじゃないかな、そもそも光れば3000、うん、光ればね、でデフォルトにしてたらここで3000円みたいになるけど、多分その後の昇格演出を絶対選んでるから、多分そう、ここでマナッタンパーセンテージがそのまま3000ボーナスの期待度になります。 50% でいいよね、50% ぐらい欲しいね。これ昇格していくたびにここにあのハート2% 取られてるので、まあ、それが30に加算されてる形ですね。あ、80% あるない？ 70% ある気がする。あ、70% はね、70% 71% あるよ。上がる、これは上げられる、いけるでしょ、まったー、マジか、いや当てたことが成長してる、そうだ、やっと取れた、この調子で宝箱ギミックがね、お、これか、そうそうそう、これ 20% らしいっす。え、いいね、あ、やばい、ブ、まあ、あってことはどうなんだ、いや、でもあれか、いや、Pフラになると思う、Pフラかもね、いや、でも期待はできる、全然できる、できる、これ気持ちいいわ、やばいね、おすすめ、結構好き、おぬぬめ、おぬぬめ、なんかデフォルトも楽しいけど、あれにプラスなんかあの乃木坂らしい1個加わってるから新鮮な気持ちで打てます。3000、あ、ないか、結構上がりづらい気がするよね、やっぱなんかね、選んでるとやっぱ 80% いいのかな、 80% までいっちゃうと相当ぶち上がるよ、だって 80% から 95% です。いやでも意外とこういうのでさ、うん、上がるのが協力さんのさいいとこな気がする。ああ惜しい、取りて、いやもうでも時間の問題です、お兄さん3000取れる、こっちが出てきてる、はい、うわー楽しそう、超楽しい、これこのドッグのね、あの一瞬の緊張感がたまらないよ、これ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 、おお、たまんねー、これたまんない、これ絶妙の間が半端ないね、そうそうそう、間がいいね、その箱が開いてもね、ここで開いちゃったりなんかしたってもね、ね、3000なんか、あ、ガタガタしてる、いつもより気のせいかな、ガタガタする、パキン、あー、1500度、 あれ、いつもガタガタしてたっけな、ワンチャンしてたかもしれんです、ワンチャン、わかんない、 25%、 4回に1回、 25% は 25% です、いけるべ、でも、あ、おっと、ナイス、 25% で逆にいく、 25% で逆にいく、70ダメで、すげえすげえ、70ダメ、40ダメ、25でいく、なんならこれもう万発王手じゃないですか、だってもう7000万発だよ、やば、だからこれ9000発だわ、あんたやべえわ、やっぱもう、いくちゃんいこうか、いくちゃん分かりやすいですよね、いくちゃんは大砲の演出になります、でボタンを押して演出クリアしたら3000発、うん、最大3回来るそうです、さあここ当てれば万発、さあまず万発乗っけよ、宝箱告知いいな、いい、お、そう、いいよ、でレインボーにボーン、あー、いいね、この一律 20% ってのまだ好き、そう、これ起きただけで5回に1回当たるんだもん、うわ 3回目、はい、高い、万発、ナイス、ナイス、いやマジでナイス、マジでありがとう、さあ、いくちゃんにしてるので大砲を打たせてくれるタイミングでボタンを押して成功できたら3000発です、あ、これこれこれ、これで成功できたら
3000発1回目ダメ、最大3回来ます。3回来たら多分もう濃厚っぽい。そう、3回打たせてくれたら3000濃厚らしいですね。1万発、いやそして玉ゲット、素晴らしい、いっちゃっていいですよ、いくしょうてん、よーしゃー、やばいな、終わんねやこの人、いいな、やりてー、切実にやりてー、やってほしい、これ、いやもう自力で絶対入れる、これマジで冗談抜きで2万5000発ちょっと夢じゃないよね。夢じゃない、だってもう1万1000発やば、完全に宝が箱こっち、宝箱はまった、半分切った、大丈夫、宝箱これついてる、じゃんじゃん頑張って来い、そういける、あー早い、体感3秒安定してた当たりだな、1、2、あ、OK、 熱い、あ、分かった、分かったよ、タイミングタイミング分かったよこいつ学んでやがる、打ってく中で、さあ、あとはアスカちゃんで取るだけだおいお、ゴトゴトした、どうだパカ、おーっと、音が鳴る、この音か、アタッカー入賞時に告知発生だから、もうこれ、このために期待していいみたい、弾丸が点滅しているところが3000巻も4のところでみたいですねよー、耐えた、あとは足だけ、あと足だけ、3000を引いてないのは、あんたはもう、いける、これは足やったら、あとマナッタンと遊ぶだけさっき耐えたから大丈夫だ、大丈夫大丈夫、こんなもんじゃないだろう、4321ダーン、13500、おおおおバイブだ、ボタンバイブ、任せた、855回転、ちょっと待って、入れ替わり、入れ替わり、はい、待ってて、おびっくりした、心臓玉が取った、いい音した、え、あ、駆け上がりじゃん、 OK、 変身 SP、 SP 以上にやってほしい、そうだね、変身 SP で 40%、 変身チャレンジでもなんならいいんじゃないの逆にねこれ超えてほしい、あーでもコンサート SP、 SP で何に行くか、ぐるぐるカーテン、カーテン行け、カーテン、あーガルスルル、あータイトルチャンスアップはないけど、でもボタンブルブルでしょ、いやいけるでしょう、もう赤カットイン、もうレジェンドカットインでもいい、なんなら紫か、どうだろう、大丈夫か、どうなんだこれ、いやでも最後のボタン赤でも押し切れるよ、赤ボタン60%だから、おー、いけいけ、やったじゃあ変えた、兄貴お疲れ、兄貴からもらった出玉でちょうど使い切ったと、よかった、ごめん待たせました、あと入れるだけ、兄貴の見てるわ、多分そ、俺も先隠しますね、じゃ あ隠してたけど、はい、ありがとう、いや絶対入れる、見えてない、見えてない、見えてない、大丈夫、押し切れ、そんで押し切れ、押し、こっち、あと先っちょ、ゴールだ、いけ、いや大丈夫大丈夫、俺も先通したから、そうだ、兄貴ので見てるから、戻ってんの、イメージ、イメージして、イメージして、ボタンが完成するイメージ、そうそうそう、回して、絶対入れる、え、何これ、え、何これ、はい、これ入ったんじゃない、やっちゃったこれこれ初めて見た、いやー気持ちいい、4500引いちゃっていいっすか、引いちゃって、ピーフラ全裸待機、ドキドキだねこれね、うわー頼む、いや4500取れたらほんとでかい、この辺じゃないっすか、どう、おーちゃん、おーくそー、来ました4500、うまー、ざーし、これマジまくりあるぞこれ、でけえボタン、なにこれ、あー、ほんとこれやばい、気持ちいいねこれ、あー、ありがとう、ほんとにありがとう、いや頑張ってよかった、あんたが大将だよ、あのちょっとバーターじゃないっす、いやよかった、ありがとう、マジで4500取れてよかった、いやちょっと僕の方もやっぱ満発は最低限出して、ちょっと自分のケツは拭きたいっすね、さすがに、こちら13761ですね、13000だから今実質合わせて17000ぐらいかな、そうだね、4500、まあそうだね、12000出してくれたらプラス、ああ、うわ、ある、全然あるね、全然ある全然ある、じゃあどうしようかな、まあデフォルトで最初いってみます、足で、足かな、やっぱりガンマン告示で3000ぶち抜きます、いやマジでここで喜んで気抜いてるとダメだから、しっかり確率80分の1を取りに行く、頑張って行きましょう、やるぜ、
絶対いける、俺ならいける。おっ、タッチ。あー気持ちいい。やばい、無駄だった。聞こえてないかな、すいません。BGM が消えた。あ、違和感だったな。もう早すぎてそんな意識できてないです、ね、すいません。あー、こう、あとはどうかよね。そう、あー確かに、ま、ブルブルしてなかったね。ね、多分パカパカパカはただのチャンスタップだと思う。まあここは多分大体1500だと思いますね、メンバー選んでたら。銃の弾がちょっと変わってたりしてると、点滅してる銃弾があるから、そこがもしかしたら告知ポイント。すげえよな、2連で5000、5000って。おかしいよね。いやー、ちょっと3000欲しいよ。そしたらもう7000発いってっから。おーおーっと、来た、エアバイブも来てます。かっけー、なるほど。うわ、めっちゃいい、これもいい、これかっこいいね、かっこいい、かっこいい。うわー、うわー、どれもいいな、どれもいいね、どれもいい。ちょっと俺らこれあるぞ、まぐり。あるね。はい、7500になります。やばい、もう兄貴全然撃っちゃっててください。あ、いいですか、こっちは任せてください。じゃあ、ちなみに2人でもう2万発ありますんで。やば、無理かと思われたかのようなこの10万投資地獄から。まくれるまくれる、こんなものの数十分で。もっぱつ3000取っちゃいましょう。ここでもうサクッといっちゃっていいです、もうサクッといっちゃっていいです。あ ー, あー、ごめん。いやでもナイスファイト、ナイスファイト。7500発ありがとう。いやもうちょっとごめん、伸ばせなかった、ごめん。いや関係ない、だけどもうここで2万発あるから。いやそれがでけえよな。しかもさ、なんかいける気しないですか。わかる、わかる、あれまだ出せる。しかもあと5000発ぐらいじゃん。そう、だから1万ぐらい負けたことでしょ。どっちかがもう速攻を3000とか4500ぶち抜いて、ちょろっと計算させたらもうプラス。しかもなんか今ボルテージだいぶ上がってるから、だいぶ上がってる、あのイメージはできてる、出る。じゃあちょっといっちゃうか。いや、入賞にフラッシュ赤継続で、俺もやるわ。じゃあ大仏の方も入賞時フラッシュ赤にします。で、こっからは使いすぎないように注意しながら、はい、打ちましょう。いやもう速攻当たる、これは流れ完全にこっちに来てる。いやもう傾いたよ。一旦本当に俺らやりすぎるから、うん、ちゃんと決めた方がいいから。そうだね、今から100回転もう宝箱フラッシュ。そうだね、チャレンジ。じゃあ200までのね、そしたらね。いや絶対早めに寄ってくると思う、これは。まあ、次は上がる。おー、来た、なったぞ。162回転なんで3、4、164回転目。いけるね。どう、まだ前分ないかな。いやいけるか。先読みタイマー、タイマーで先読み入る。あれ、ここあ、しかもスタンバイだ。でも多分またぐんじゃないかな、そこの後ろのやつスタンバイだから。いや、これどうでいいんじゃないか。赤保留50%、あっちあっちよ、いけるんじゃないこれ。ね、インフルエンサーみたい。めっちゃ長い。何秒？90秒あった。クソ、激ラブブースじゃないか。かもね。あ、でも疑似さん、もう疑似さんいってる。え、長くない？そしたら、はいはいはい、はい、5、はい、じゃあタイマー1個追加。いや、じゃないと思う、さすがに。あ、何いく？あ、これワンチャンインフルエンサーいかないか、崩落までいかないかな。まだ63秒ぐらいあるんで。あ、インフルエンサー行くかもね。多分インフルエンサー行くと思いますね。青赤、いった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 。で、ここで行きます。あ、じゃあ崩落じゃない、まだ53秒ある。 あるぞ、これあるぞ、あるぞ。それか金ボタンとかかな。よし、見れた見れた、熱狂ライブゾーン出せましたね。注目演出、インフルエンサーリーチで、ここは金タイトルはデフォになるんで。でももう多分さすがに倒落だと思うんで、ゴリゴリに熱い感じで絡むんじゃないかな。てか激ラブブーストでも入ったら当たりだから、ね、うん、大丈夫。もうここはインフルエンサーリーチはチャンスアップさえ入ればっていう感じなんで、まあこれはデフォです。で、4、星4もデフォです。5、4、3、2、何出るんだろう、何が出る。レジェンドカットイン、レジェンドだ、レジェンドカットインだ、当たりです。出た、はい、出せた、これも出せましたね、やっと。よかった、なあちゃん、やっと会えた。マイアンも、いやよかった。こっからタマちゃんってことはさ、タマちゃんプレミア出たぞ、ラッシュじゃん、ラッシュ、ラッシュ、ね、任せろ、頼んだ、任せとけ。よし、まだ終わってない、俺らの戦いは。はい、ここで3000発目のデゲ。いや、4500取ります。ああ、いや、取
取った男ちげえわ。いやありますね。まだね、6000発なんで1000発ぐらいしか使ってないですで、多分さっきジャンジャンとも普通に話してたんですけど、ここでまず1500個を取った後にここの電サポに入れるんですよ。でそれがもう右の振り分けなんじゃないかっていうので、そこで3000の振り分け取れてたら4500なんじゃないかっていうね、うん、多分ねだと思うんですよね。だから1500消化した後にラウンドでそれを見せてるんじゃないかなっていう。じゃあちょっとこの1500消化した後当てるとこでちょっと気合い入れて打ちます。 それが決まるからね、はい、ってよし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 、まだ流れ終わってない。よしここでプラス3000上乗せするイメージ、乗せるよしっかり行こう。4500ぶち抜こう。ここでねドゥンドゥン煽ってるから、いいのいったと思うよ。ほらドゥンドゥンで3回目ぐらい、ここほら来た。おーい、ナイスー。よしやります。え、プロなんですか。はい、どうもプロです。いや、風情かけてプロなんですか。どうも趣味でプロやってます。じゃあ、あと1500発ぐらいじゃん。よし、多分今ギリ届いてるか届いてないかぐらいだよね。そうだね。いや、もうまだまだ終わんないです。これで満足はしないですよ、もちろん。打ってていいんですか。あ、そう、もう全然もうこっちの世界へようこそ待っててくれ、じゃんじゃんぶち抜くよ、俺は。よだれがPフラとか来ちゃっていいから、あとはここ安定して頼む頼む。4500取ったぐらいだね、満足しちゃダメよ。まだ宝箱だよ、ボーン。あー大丈夫か。おい、そう、オッケー、それ長い。あ、長い長い長い。あー、惜しい。休ませようか。いける、頑張れ。なる、いけ、来い。よーし、わー、ナイス。オッケーオッケー、たまんないね、それ。これおもろいっす。宝箱告知ちょっと癖になるな。癖になる、うん、よっしゃ、とりあえず2連チャン目ポコポコして、そこ開けてみたいよ ね。ここでデフォルトにしてたら多分開けやすいんだろうね、さすがに。まあ1500か。いやでもこの後マラソン待ってるんで。20、30%、35%、35%。いやどうだ。お、55。だから本当に今のところは55だったら、お、75ってことはかなりいけんじゃないこれ。 75% いける。マラソンはカモン、マラソンはさせてくれる。いきます。いやー、マジかー。75でダメ。やっぱ少ない方が熱いのかねって感じだよね。サマーズタイプ、ね、よし、もう一回当てますよ。いや、3000取るために打ってんだから大丈夫、こんなんじゃ終わんねえよ。いいよ。おー、いいね。いいよ。はい、はい、長い。おーい、気持ちいい。やばい、これは癖になる。これおもろいな。おもろすぎるよ、それ。そうっすね、今僕の方で持ち玉1万発ぐらいいってるんで、今こっちで1万1500発ですね。ああ、全然いける。これで3000いっちゃおう。じゃあ上乗せしちゃおう。マナタン、力を貸してくれ俺に。 30%、40%。 おっと、おこれ60%、相当いいぞ。また 70% ぐらいあるよ。 80%、90%。 これはいくじゃん。これは 90% ぐらいあるんで、さすがにいく。刺す。ありがとう、マナタン。ありがとう。よし、まくってくれた。任せてくれ、やるときはやる。やっぱ愛がある男ちげえ。いやー、気持ちいい。はい、今表記で9030なんで、次当てたらもう万発は確定っすね。表記当てよう。行こう行こう。キャラ横切って、いいよ。おいした、エアバイブ来ました。あ、いいね。おもれんだこれ、たーまんね。やめらんないよね、これね。これはなる。このためだったら全然通常時頑張れる、ね、さあ万発いきましたね。こんだけやっていかないから、やっぱ選択してるときはいかないかもな。いいよ。お、点滅ありますよ、ここ。次、いやでもまだこれも3回チャンスね。そう、3回チャンスある。もう1回ぐらい来ちゃったら、おお、いったんじゃないこれ。ダメかな、来い。次。よし、よい。いやー、足もいい。これ気持ちいいね。いやー、いくちゃんもやっちゃおうかな、これ。どうしよっかな。もう、こんだけ3000ぶち重ねたら、俺らもう絶対負けてる。負けてる？終わんねえよ。サクッと当てちゃおう。暗転待ちなんです、こっちは。来い！惜しい。
いや、いい、怒ってくれるのがいい。いけるよ、こんなんでもまだ終われない。いけるよ、ちょっと、ちょっと一回呼吸入れさせますか。さあ、行きますか。40回もあれや、全然当たるよ。当ててみせます。ああ、惜しい。12,045個。もうそんな出たんだ。売り分け買ったらこんな感じですよ。ありがとうございます。トータル僕の方だけで 17,213 個。お、で、こちらが 11,118 個だから 28,000。 狙い通りだ。よっしゃ。じゃあちょっとエンディングでいきましょうか。いや、最高の終わりです。最高です。ありがとうございました。カゼブリン、お疲れ様でした。いや、マジでお疲れ。いや、ありがとう。こちらこそありがとうございます。いや一時はどうなるかと思った。しかもマジで申し訳ないなと思ったし、足っ張ってたし。いやいや、何800後半ではめてんだと、バカと。いや、まず感謝は今日誘ってくれてありがとう。いや、もうその言葉が一番嬉しい。乃木坂全然打ってなかったんですよ、正直。前回のやつ、うん、だけど今回の打ってもっと知りたいと思ったから、勉強してこれは断球力打ちます。いや、ぜひ打ってほしい。だ、信頼力としてもジャンジャンにも打ってほしかったなっていうのもあるし。いや、ありがとう。あと、これを機に好きになってもらえたら、もう俺はもう何より今日来てよかったと思うし、もう推しが増えてどうしようかと思った。みんな3000くれるの。マナッタン以外もいい子いっぱいでしょ。本当に箱推し。アスカちゃんもこれでくれるしね。イクちゃんもねくれる。箱推しになる。いや、箱推しだね。まだまだいっぱいメンバーいますんで。あと推しメンね、たまちゃん。たまちゃん出てくれましたね。2人合算で10万1000円。10万1000円、わお。で、回収が28,000発。約そうですね、ざっくり28,000発。多分ちょっとちょろちょろって感じですけど、だからもう大まくりよ。3000発浮いたんだよ。いや、すげえわ。よくやったわ、あれ。本当によくやったよね。本当によくやったと思う。しかも、1回5000玉足りないみたいなとこで流れを感じた俺らも。よくやったと思うわ。よくあそこで追った俺らも。いやで、よく出してくれた。いやありがとう。いや、もうさすが迷惑ばっかかけてられないんで。いやいや、とんでもない。いや、これでね、笑顔で東京帰れるなと思いますわ。いや、ほんとね、前回の時みたいに14夜帰るとかはめんななくてよかった。今日京楽さんなんで、作家の先行導入で、うん、まあ僕たち今来させてもらってるんですけど、で、これ編集して公開するのがおそらく導入日かな。導入日の前日に公開するかな。なので、これを見ていただいて、次の日ぜひ皆さん全国導入の日に乃木坂打っちゃってください。右まつり宝箱で。いや、お願いします。本当に面白い。自信を持ってでおすすめできる右の宝箱。だから、通常時は本当に前作を触ってたら、あ、もう本当に一緒なんだなっていう。で、そこに宝箱のカスタムとかがついてんだなっていう感じで、まあ、僕でも分かりました。あんまり売ってなかったら自分でも分かったんで大丈夫だと思います、うん、というわけで広まればいいね、この3000発の。いや、もう皆さんで乃木坂いっぱいにしましょう、ホールを。それでは皆さん、明日も良い一日を。楽しかったです。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。